私知ってるんですよ、ともりちゃん実は本当にあの奏と違うって言ってたけど、実はもう芸術の才能が溢れすぎてるというか高すぎてて、もう本当にすごいんですよ。そんなことないんですよ。一度はあの美術の道を目指した彼女が今声優の道を歩んでることにみんな本当感謝した方がいいってくらい才能に満ち溢れてて、彼女作詞作曲できますからね。知ってる？前ひなたちゃんこんなテンションだったから前本当にすごいんですよ。あの YouTube にあのともりちゃんが自分であの作詞作曲した曲上がってるんで、本当聞いてほしい。マジすごいから。それはもうぜひ聞いてください。嬉しいです。いや本当にあの天才です、彼女。彼女天才です。なんか今日すごい居心地が悪いよ。本当に今日天才が来てくれてるんですけれども、でも私もその仕事始めてから、うんうん、作詞作曲を始めて。あ、そうなんですね。そうだからその奏 の, あの最初にプロフィールいただいた時に、うんうん、なんか結構そういう内面的な部分では共通点多いなと思ってて、うんうん、私もなんかカップ麺めっちゃよく食べるし、なんかそんな話前してた。朝からカップ麺食べるって。朝からラーメン食べるのが好きで、なんかそういうとこ意味わかんないですよね。分かってください。朝だよ。いや朝にラーメン食べるの美味しいんですよ、うん、そうとか、なんかその作詞作曲も私は割とこうすごい明るい曲ってよりは、うんうん、なんかこう人に寄り添えるような感じの曲が好きなので、うんうん、なんかそういう考え方とかも奏と結構似てるのかなと思って。あ、なるほど、うん。